全2ですから。寒いけど、なんかね、おでんを食べたくて、本当にどうしてもおでんが食べたいと思ってコンビニに寄ったんですよ、帰り道。へえ、なかった。並べられてなくて、あの、少々お待ちくださいって言って、少々待たんかった。帰ってきて面白いしようと思って、少々待たずに帰宅しました。実は私は昨日からです。お昨日から応援してますか。出会えて光栄でございます。残念、まあそういうこともあるよね。え、おでんの好きな具、え、まあ、だ、うーん、え、一番は決めろって感じですか。おでん、大根、うん、大根、卵、ちくわ、こんにゃく、糸こんにゃく、もち巾着も、え、あのね、私白滝好きなんですよね。なんか白滝ってあんまりこう、なんかおでんとかすき焼きとかそういう時に食べる、えた、そういう時に食べるじゃないですか。うん、ほぼ全部好き。おでん DD、 あー決められん。だし汁が好きです。お、そうきたか。いや、なんかあの、なんかおでん食べたらね、え、なんかおでんって適温がやっぱあると思う。すごい熱々じゃないですか、熱々おでんじゃないですか。熱々おでんをあの寒い時に、そ、待てんよあれは。もう美味しそうに見えるし、すごい。でいざ口の中に入れてみたら熱くてやけどするって。若干ぬるいぐらいで、いや、ぬるいのは嫌だけど、熱々ぬるぐらいでいいよね。煮えてなんぼので、まあ、ギュッとね、味がある方が、染みてる方が美味しいですよね。そう、やけどよ、やけどあるあるよ。あるある、こんばんは。たくさん買うと最後は冷める。あー確かに。え、どんぐらい買いますか皆さん。え、おでんってなんか無限に食べれるくない、なんか終わりがわからん。おでん、あ、全然食べれるってなるもん。逆になんかどこまで食べようみたいになる。おでん、大根とかこんにゃくとか、霜焼け、霜焼けってなんの、手がクリームパンみたいになるってこと。無限ではないか。終わりが分からんくなるよね。え、で大根とか一生出されても多分食べれると思う。え、エンドレス大根いけるよ。大根マジで飲み物じゃないですか。コンビニなら、あ、母さん、そう、家でのやつ、家のやつとかは特に無限。ダンス上手くなりたい。大根、食べ物でこう何を一番食べ続けられますかね。私キャベツだと思うんだけどな。あ、でもキャベツも結構きつい。食欲を増進させるものね。なんか、なんだろう、何が一番食べ続けられるかな。え、ご飯、ほんまに一玉いける。あ、一玉は多分ね余裕でいけるかもしれん。
カレー、ラーメンは絶対ね、無理だよ。一番きついよ。え、そうでもない？みんな。こんばんは。トウモロコシ。たこ焼きも粉物じゃけ、あれよ。お腹いっぱいなるよ。いや、おす、え、そんなにみんな何でもいける感じなん？妹、私はなんかさ、さっき言ったおでんの大根とかキャベツとかそういう感じないけど、あ、枝豆はあれはね、終わりがないわ。え、枝豆めっちゃわかる。一生食べてるよ、あれは。確かに。え、お米はもうお腹いっぱいになるでしょ。お米、おかずによるか。あ、ポップコーンも無限かも。いや、でもポップコーンは、ポップコーン、ポップコーンは、あの、味によるよ。なんかバター味食べたってなんか途中ベロ痛くなるんやけど。ポップコーン。長期の食欲はやばい、ほんまに。それですよ、ほんまに。コックポン。ちょっとね、言いづらいですね。こんばんは。あと何があるかな。ね、こういう時にまず食べ物って何があるかなって思う。生麦、生卵、生卵、生麦、生卵、生卵、生麦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 、生卵、いちごに見える。あ、フライドポテトは食べれるかもしれん。なんか測りづらいよね。なんか何食べれるってなんか難しいね。測りづらいわ。脂っこいものはきついか。考えるときに最近こうやってこうやってなんかほっぺを触る癖があるかもしれん。私、こんばんは。白飛びしてるよ。そういうときもあるさ。こんばんは。考えるときにこうほっぺた触るかもしれん。で、なんか一時なんか考えるときにこうやって考えてたことあるんです。なんかあの意識してね、最初はなんか考えるときに、あ、叩かれたわ今。何これ、叩かれてる今、コマみたいなやつで。なんか考え、あの最初はね、憧れっていうか、なんかなんかで見たんや、なんかでこうやって考える人がいて、なんかそれにつられて自分もこうやって考えたいなと思って、考えタイムは、あ、また叩かれた。あの、なんか考える時はこうやって考えたいなと思って、こうやって考え、意図的にね、こうやってやってたんですけど、そしたらこれ癖になって、一時考える時ずっとこうやって、テストとかもなんかこうやって、最初はそうなりたいと始めたことなんですけど、いつの間にかそれが当たり前になってた。なんということでしょう。
メール見てくれてありがとう。ちょっと癖になる。丸い自分が、なんか赤い服じゃ結構暗い、黒い、今ね、今一瞬ね、あの新曲歌いそうになった、危なぜかわいい服は全身見せないと。いや、そんなかわいい服着て、あ、でも今日はなんかレッスン長いと思って気合い入れるためになんか身につけるものを赤い服とか赤い靴下とか赤い服とか着たら、あのあれなんか情熱的になるらしいんですよ。髪縛ってた、レッスンの時ちょっと邪魔だったっけね。そう、なんか活気が湧くらしいんですよ、情熱的に。そう、なれるらしいんですよ。ジュケ今日赤い服を着ました、着ました。起きた今日の朝めっちゃなんか寝ぼけながら配信したっけーなー、覚えてるよ私。うんね、今日の朝ほんまいいね、これ。今さっきお風呂入ってきたんですけどみたいになっちゃったんです。おし、ふん、むしろ寝とった。え、聞いて、闘牛ってね、赤にめがけて走ってるわけじゃないらしいんですよ。っていうのは最近本で読んだんですけど、私の知識じゃないんですけど、闘牛って赤めがけて走ってるわけじゃないんだって。よく闘牛でヒラヒラしてるやつを、牛って色の識別ができない、あんまりなんか色を識別してそうやって旗に向けて走ってるわけじゃなくて、そのヒラヒラしてるものに反応して走ってるらしくって、だから人間のその情熱とか人間の勇気を出すために赤をしてるらしいんですよ、っていうの最近知った。私知らなかった。知らなかったもの知ったかぶった、いや知ったかぶったわけじゃない、ちゃんとあの頭に入れたよ。教えてくれてありがとう興味持ってくれてありがとう。へえじゃないけ、へえじゃけ、なる。いや私も最初それ見たときにうーんと思ったけど、いざこうやってなんか知ってたら面白いね。なんかあの時へーふーんとしか思わんかったけど、ちゃんと頭に入ってるもんじゃね。歌っとる歌っとる、あじゃか、早送りカレンダー、街角のカフェのテラス、
パラソルやっと開いて待ち望んでいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの水誘っていいかい。うちこそ二人きりで踊ろう。ノーシーム着替えた頃に僕が君を迎えに行くよ。ウォーウォーオー。セトリバレ？いや全然違う、残念。いやこれあるよね、メンバーが歌った曲が全部セトリ入ってると思っちゃうよね。全然大丈夫、違うよで最近早送りカレンダーが好きかも。なんか頭の中で脳内再生された。私が そんなコミックさんのかわいい、あれ夏曲ですか？夏曲か。ノースリーブ着替えたらだもんね、確かに。もう12月じゃなくなったか。1月のカンガルー、僕の中には君がいる。そろそろお風呂の順番が回ってくるのでランキングを読みたいと思います。ちょっとでもね、あの配信できてよかったです。見てくれてありがとう。今日は土曜日、お疲れ様でした。ふう、明日はもう明日もレッスン、頑張ります。頑張ろうね。ではランキングを読みます。13位ガレオンさん、12位癒し系さん、11位スエンさん、10位高田さん、9位ハイケイさん、8位ヨウさん、7位ヒサさん、6位モヤ太郎さん、5位カモメマキさん、4位フナッシーさん、3位高梨智之さん、2位ステックさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。それでは自己紹介をしたいと思います。いきます。STA の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を、広島県出身17歳のカイコカでした。皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました。それではゆっくりお休みください。バイバーイ。